上空曇り空、マツダズームズームスタジアム広島です。広島東洋カープ対阪神タイガースの一戦です。解説は里崎智也さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。赤星さん、試合開始前は選手のどのようなところに注目してらっしゃいますか？そうですね、僕は一番は表情ですかね。一番表情に出やすいと思いますね。あ、表情ですか。ぜひ今日は表情を見ていきましょう。バッターボックスは6番梅野。切れていきます。ファウル。次が3球目、アウトコースへのカーブはボールです。打ちました。いい打球だ。伸びていく。どうだ。入れば、そのままスタンドに入りました。先制ホームランです。タイガース、カープ痛い一発を浴びています。カープ先制を許します。1対0。ここで一発を浴びてしまいました。しかしまだ1点差。後続はカープ痛い敗戦となってしまいました。赤星さん、残念ながら敗戦となってしまいました。そうですね、まあただ最後まで粘りを見せましたしね。残念ではあるんですけど、いいゲームでしたね。そうですね、次につながる、そういった反撃は見せてくれました。勝ったタイガース、接戦をものにしました。一方のカープですが、残念ながら敗れてしまいました。ご覧のように今日のゲームはカープ敗れてしまいました。今日の解説は里崎智也さん、赤星憲広さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。このあたりでマツダズームズームスタジアム広島から失礼いたします。